ディベルティメント第7番に蝶々、K205 は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲した、還元楽のためのディベルティメントである。本作の自筆譜には作曲の日付が書き込まれていない、ため、正確な成立の年代は不明であるが、1772年、ないし1773年の夏頃に、ザルツブルクで作曲されたと考えられている。また作曲の動機についても不明だが、 作品の注文手であるアントレッター家のマリア,アンナ・エリーザベト・フォン・アントレッター・プ人の霊明祝日のために作曲されたと考えられているが、これ以外にも同年の8月18日にウィーンの医師フランツ・アントン・メスメルの邸宅で行われる演奏会のために作られたものとする説などが挙げられているが、どちらも詳細は不明である。しかし検定がアントレッター・プ人になされていることから、 新前集では前者の説を有力なものとして採用している。なお、当時のセレナーデやディベルティメントには行進曲を付けることが慣例であったため、モーツァルトはこれに従って二町長の行進曲を作曲している。ホルンにバイオリン、ビオラ、バス前後楽章から構成され、演奏時間は約22分。自筆譜と筆者譜は共にベルリン国立図書館に保管されている。 モーツァルト名曲大全 P30 ディベルティメント全集解説書 P25 ありがとうございます。